ている、長蛇の列のところですけども、長蛇の、皆さんですね、列に並んでいる向こう側の方が札幌方面になるんですけども、一番奥のところ小樽市漁協のですね、テントでして、こちらの、右側に並んでいらっしゃるのが慰霊釈の方です。小樽の釈というのが、日本で一番大きくてですね、その中でもこちらの方も今ちょっと並んでいまして、まだ比較的ですね、釈汁の方が並んでいる数が少なくなってきていますけども、はい、こちらの方です。そして、そのテントがですね、右側の方、山手の方になりますけども、今年初参加の、シルベシ総合振興局の皆さんで、シルベシのですね、館内の漁協さん、岩内漁協さんとかですね、漁連さん、新連さんなんかも一緒に参加していますけども、こちらではホタテのですね、石焼き、そしてホタテ汁を、それからですね、高島にあの漁師さんに来たんですけど、こちらのタコ飯、そしてですね、会場内全部で23店舗いろんなですね、シャコを使った料理を提供しているお店がはい、どうもありがとう、お母さんもね、はい、どうもありがとうね、お店のね、2つ、はい、2つください。こちらのお客さんです。お金もらいました。お父さん、はい、こちらお父さん2つお金もらいました。2つ、はい、こっちに2つ、はい、4000円バックで、はい、OK です。はい、どうも2つ、はい、1万円入ります。9000円ください。それからシャコの、食べ方、皮の取り方って言いますかね、殻の取り方、そういうのが、ね、書いたやつとかも売ってます。蒸したね、男爵、じゃがいもですね、男爵芋1皿、バターのついたやつが200円で売ってます。それから、お子さん連れの局の皆さんによる、クイズも、子供さん向けの、ね、クイズも考えています。そして今度海側の方の、ね、お店を紹介していきたいと思います。合いますね。だしが各種類ですね、1本100円ですよ。はい、市販で買うよりも安い、お茶ジュースは旅行券3万円分が、当たる応募もあります。それからあと、小樽市内の宿泊施設のペア宿泊券とかね、それから小樽洋一の特産品の詰め合わせセット5000相当に、ね、当たる食を行っております。どうぞ。はい、どうぞ。で、アンケートで食べたらお答え立てばいいがたいです。簡単なアンケートです。アンケートもお願いします。どうぞ。はい、ただいまより試食開始いたします。網元にしん柔らかな味でございます。どうぞ。はい、どうぞ。できれば簡単なアンケートでお答え立てばと思います。先ほどすみません。まだありますので。はい、こちら試食ありますので、どうぞ。美味しいですか？はい。
はい、ありがとう。熊希望と焼きそばの看板が目印になっています。こちらの方で、ね、ご覧ください。